初登場は B ランク、史上48人目の2000試合出場を達成。覚醒エースで登場したが低弾道、春季キャンプで足首を痛めた。背筋も痛め36試合の出場にとどまり A ランクの登場。ファーストとしての起用が増え4年ぶりの犠牲フライを放った。ステータスは下がったが9月は好調で3割を記録。通常 S ランク初登場、7番指名打者で開幕スタメン。ステータスがオール D になったが通算2000本安打達成。この年はほぼコーチに専念。引退試合の日はさまざまな福浦イベント。タイムスリップ初登場はミート A でラインドライブ、この年3番ファーストに定着。ミートパワーそれぞれ強化、自身初の2桁ホームランを放った。当時史上初盗塁ゼロで首位打者獲得。この年から6年連続3割記録はすげえ。俺たちの福浦って歌いたくなるよね。